皆さん、こんにちは。レック専任講師の吉沢敦史です。令和4年度、司法書士試験本試験、迫ってまいりました。いかがお過ごしでしょうか前日の夜まで、自分が決めたこと、これを、まずは淡々とこなしていただければと思います。当然、予定してたこと、すべては終えることはできないと思いますが、 できるだけのことをこなしてください。そして、本試験当日、まあ、意気揚々とですね、えー、よく頑張った自分を褒めてあげつつ、本試験会場に乗り込んでいただいて、まああとはですね、ただただ淡々と淡々とクールにですね、自分が今まで積み重ねてきたものを吐き出すだけでございます。おそらくは、どこかで、 午後の部が多いのかなとは思うんですけれども、まあ、危機的な状況、訪れると思います。程度の差はあれですね。決して、その危機的状況において、諦めない。えー、これが一番大事だかなというふうに思います。皆さん、頑張ってください。応援しております。